緊張してる <laughs> さては <laughs> さては <laughs> リクシルスポーツザリレースタートです、えー、今回 MC を務める長き亮太ですそしてゲストはこの方伊藤翔選手ですよろしくお願いします早速始めたいと思います学生の頃好きな教科は<ー>嫌いな教科はこれはいいです、ね、これはいいかもね,ね確かにえ好きな教科は国語だったかな国語国語すごい好きだった ね、なんでかっていうとそのテストとかもそうだし、うん、まあ文章をバーって書いてあってじゃあ回答何ですかっていうのだけどもうその文章の中に全部答え書いてあるから<ー>もう勉強していかなくても国語はいいやっていうそれね俺もよく親に言われたあそうなの <laughs> じゃあ俺うあのご両親と一緒の考え方かもしれない <laughs> もしかしたらそうなんかね出てるからそれを見つけて 書けばいい。そうそうでも、それがなかなか見つからなかった。ない、好きな曲あった。俺は。体育。体育。いや、体育は、まあ、もちろん好きだけど。図工とか。ああ、そっちね。すごいじゃん、アーティスティックな一面を出してくれる。そう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 。こう、優秀作品みたいな。あ、マジで。それ、すごいわ。あの、うん、そっちの才能ないから、俺。じゃ、嫌いな、今日が。物理とかかな。物理。あれ、物理ってなかった。物理。まあ、理、理科みたいな。理科ね。理科のなんか、発展版みたいな。感あ、そうかもしれない。高校の時、物理とかじゃなかった。 あれここ行ってるちゃんと。大卒ですよね。行ってま科学。科学と物理と違う。まあ、似て非なるものかもしれない。で、物理が嫌いだったんだ。うん、ね、理科でいいよ。理科嫌いだった。あのサイン、コサインじゃなくて。それ数学でしょ。これ、これ、なんだっけ。プレミング、これ。じゃ、あ次行きます。一人旅派、それともみんなで。 旅行派もう確実にこれはみんなだね俺はみんな,、ね、<は>みんな人寂しいもん一人で旅行するんだったら家でいいかなって感じ家,、うん、家にいたら普通に <laughs> で一人だったら旅行しないいや俺もそれは本当に思う一人旅のてか勇気が出ないああまあそれもあるねだから一人旅逆にできる人がすごいよねいや本当そう思う友達いるんだけど俺も一人,人,人旅マニアうマニア <laughs> で一人旅の良さって がちょっとまだ見出せてないねやってみたい気持ちは今んとこあんまりない旅行自体がそこまで好きじゃないから俺ああ、確かにそういうイメージあるでも旅行だったらここに行きたいとかそういうのはちょっとあるいやじゃあどこに行きたい沖縄沖縄好きなんだ、うん、海綺麗なとこ好きなの俺え。へ<ー>だから沖縄は行きまあなんまあ行ったことあるけどもちろん、うん、行きたいしまあ海外でもやっぱ海綺麗なところはいいよねえそれ海に入りたいのあいやそこまで入りたくはない 海を綺麗な海を見てそう満足したいびっくりしたい,たいそうそう,そうだらだらしたいあじゃあ旅行先ではこうアクティブよりかはああそうかも<ン>、うんびりホテルで過ごすみたいなそうだね旅行先でそんなせかせか動きたくはないタイプ<ー>俺はねなるほどアクティブ派うーんアクティブ派かなどっちかでもまあ休みたい時は休みたいけどでもどせっかくならっていう気持ちが出ちゃうああ<ー> その土地でで美味ししいもの食べたたりりととかできることしたりとかあまあそれはやりたいよ俺もそれはやりたいけどじゃ例えばじゃこもう12時にじゃここ見に行ってじゃこの二2時半には次じゃここ見に行ってとかそういう結構カツカツなタイムスケジュールでやられるときついかもじゃあこう旅のしおり的なのがちょっと苦手なんのそう小学校の時とか遠足であったじゃんその何時何分みたいなあれ結構しびれるなと思って俺じゃあ今度作って。 一緒にいいよいやそれってついていくついていくてる。あ、みっちり <laughs> <laughs> あこういう風にやるんだでとりあえずもう夜すぐ寝ちゃうよだそれ <laughs> 疲れたなおいとか言っていや寝かせないよ寝かせない <laughs> <laughs> どういう状況やね <laughs> 寝かせないよとか糸は汲み取ったよ糸を汲み取った続いてチームメイトで怖い人はいますかいやこれこれ言いたい,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 い言いたい,い,い 僕移籍してきて一年目じゃないですか、うん、移籍してきて一番怖かったのは永、うん、木選手一番怖かったです <laughs> <laughs> 一番怖かったです梅雨よねいやねもう本当にいやい一緒の年じゃん、うん、一緒の年でもちろんお互い試合もしてるし、うん、あの喋ったことなかったけどもちろん存在は知ってはいたんですけどまあ移籍してきてじゃあ最初まあ同級生だし打ち解けていくのかなって思ってたんですけど全くそんななんか喋りかけてもくれなくて <laughs> でいや俺喋ったことないのにもしかしたら嫌われてんのかなと思って雰囲気でなんかちょっと合う合わないみたいなのあるじゃないですか,<ー>だからそういうのとかでいや俺何にも悪いことしてないよなとかちょっと考え <laughs> 思ってたりとかはしたけど <laughs> まあ実際でも喋ってみたらあの全然そういう感じじゃなかったんでそれが鹿島に来て本当一番ほっとしたことじゃないですかねじゃあ俺本当時間かかるんだよ本当にああ打ち解けるまで本当なんかどういう人かなって見ちゃうから。 なんかこうエビ型だもんねいやあなたも、ね、ああそうか <laughs> それでも悪いところなんだよねあのまああそうなの,あの、まあ、すごい社交性あってえっと、まあ、人見知りもしないし、まあ、でもなんか話聞くと実は子供の時は人見知りだったって話を聞いて、うん、あショーも変わったんだなって思ってあじゃあ俺も変わんなきゃなと思ってもう31歳にして <laughs> 人見知りなんて言ってらんないなと思って本当ショーと出会ってそこは 変わってるつもり。<laughs> これから変わっていく。お互いに真似したくないところ、直してほしいところありますか。難しいね。真似したくないところ。あれじゃないの。何？その最初の接し方じゃないの。ああ、まあでもそれはさ、やっぱ人それぞれスタイルあるからさ。<laughs> すご<い>そう。優しいね。いやでもいやもちろんそれは <laughs> フレンドリーにすごいやってくれればありがありがたいけど、うん、逆にそういう人の方が深くまで仲良くならない可能性だってあるじゃん。うん。 そのなんかちょっとやっぱ癖があるっていうかさやっぱ人と一風変わったちょっと感性を持ってる人の方がなんか仲良くなるっていうその自分自身のね感覚があるからそこは逆に守り続けてほしいあの感じは守り続けてほしいそのサッカー選手っている間は <laughs> 他の仕事したらちょっと変えた方がいいかもしれないけど <laughs> チームメイトとかにはいや最初は地獄だよ <laughs> 最初は地獄だけど <laughs>。 自分が後かからら入ってきた側だだそうよね逆にもうみんなはもう亮太のことは分かってるわけであって逆に自分のことをみんなに知ってもらわなきゃいけないからそうなんだそうだからその気持ち分かってるはずなんだけどな移籍してきたからそうだよねちょっと忘れちゃったのかな移籍したのが前だったから忘れちゃったのかなだいぶ前だしそうだよねそうなんだじゃあ直してほしいところ忘れっぽいところ直してもらっていいかなじゃあ 嫌いな食べ物あるかぼちゃ <laughs> なんでかぼちゃ美味しいじゃん <laughs> なんか、ね、味もそうだし、うん、なんかねあんまり好きじゃないだからハロウィンとか意味わかんないと思ってるもんいつもハ <laughs> ロウィン別にかぼちゃ食べない <laughs> <laughs> かぼちゃじゃない <laughs> じゃもうかぼちゃのケーキとかもダメなんだああダメだね最初俺オリーブも嫌だったもんちょっとあそう、うん、今は今はすごい好きだけど食べれるようになったけどオリーブ食べながらなんかワインおしゃれな感じの。 そういういのもう,ちょもうちょい言って <laughs> そういうの言って <laughs> いやほんとんかオリーブつまみになんか赤いやかかっこいいな <laughs> 俺もマネしようと思って好きなお酒何ランキングランキングあランキングつけれる <laughs> じゃあベス,ベスト3ぐらい教えてもらえるとありがたいね1位はね1杯目はやっぱビール1杯、ね、目は<ー>でも1位じゃないか 1>, もう1位と2位と3位教えてもらっていい <laughs> あのね多分世の中の方々結構1杯目ビールって方がすごい多いと思うんだけどうんそれは分かる <laughs> それは分かるそれは分かる確かに俺も分か,分かんなかったっていうかあんまビール飲めなかったんだけど <laughs> だんだん年を取るにつれて飲めるようになってきたからその1杯目ビールっていう気持ちは徐々にあの共感できるようになってきた、うん、3位のじゃ三位から。三位から。ハキーラ。<laughs> <laughs> <laughs> それが3位ですそれ三位ねはいそのお酒の味じゃなくてそういうなんかバーがいいってことで <laughs> そ,うそうだね2位はハイボール、うん、これは何でかっていうと、うん、ハイボールやっぱ太らないっていうああ糖質ゼロうん最悪、うん、もし飲んでしまったとしても体に害がないんじゃないかっていうまあそういうのって大事だよねっていう気持ちではいる、うん、1>, 1位聞く1位をね 1>, 1位はもう赤ワイン これなんでかっていうとフランスの人たちってすごいワイン大国っていうかさワインをめちゃくちゃ飲むんだけどでさそんだけ赤ワイン飲むことによって世界で心臓病で死ぬ人が一番少ないという少ないそうんかポリフェノールがどうのみたいなっていうのは聞いたことあるこれはちょっと都市伝説的なとこあるよね都市伝説嘘かまことかはちょっと分かんないけどでもその話聞いたことある肉に合うあん肉好きだからあそううん初はね肉が好きですでちょっとあの1位と2位と3位教えてもらっていい